皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？本日はあまり知られていない杉本博司の銃の自立についてご紹介いたします。日本の写真家で東京およびニューヨークを活動の拠点としています。作品は厳密なコンセプトと哲学に基づき作られています。杉本は1948年に東京都台東区に銀座美容商事という美容院専門商品の卸売商店の長男として生まれ、立教高等学校、現在の立教新座高等学校、そして立教大学経済学部を卒業しています。大学卒業後は1970年にロサンゼルスのアートセンターカレッジオブデザインで写真を学びます。この間一旦帰国し、シベリア鉄道経由でヨーロッパを放浪し、ロサンゼルスへ戻る旅もしています。1975年からは写真作家として生きる道を選び、自分のスタジオを構えています。この年から自然史博物館の剥製と背景画でできた情景を大判カメラで撮り、まるで現実の風景のように見せるジオラマや、上映中の映画を撮影した劇場シリーズを手掛けています。そしてその2年後には東京にて自身初の個展も行っています。1980年からは海景シリーズを制作し、世界各地の海を同じ構図で捉えています。1989年には毎日新聞社の毎日芸術賞を受賞し、杉本の写真家としての才能が日本でも認められていきます。その後も恐怖の館シリーズ、幻の海シリーズ、肖像写真シリーズ、少林図など様々なシリーズを完成させていきます。2001年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞し、欧米など世界各地の美術館で個展を開催します。杉本は他にも賞を受賞しており、2009年に高松宮殿下記念世界文化賞、2010年に紫綬褒章、2013年にはフランス芸術文化勲章オフィシェを受賞しています。また2017年には文化功労者として顕彰を受けています。時を写真に収めることにこだわり続け、写真のみならず照明や構図や現像といった写真の制作過程における技術的側面も評価されている杉本博司。そんな彼のあまり知られていない銃の自立を早速見ていきましょう。1、伊豆と世界の水平線。夏は家族で伊豆の海に行くことが多く、その途中の真鶴あたりの東海道線の列車から初めて海を見た際に水平線の鋭さに衝撃を受けます。この水平線を数万年前の人と同じように見ていることに思いを馳せたといいます。この衝撃は作品制作にも大きく影響を与え、世界中の水平線を映した海景などのシリーズを発表しています。 2. 学生時代に熱中していたもの。立教中学では鉄道模型に熱中し、鉄道写真を通じて写真との関わりを始めました。そして同時にこの頃オードリー・ヘップバーンに夢中になります。ローマの休日を上映中の映画館ではカメラを構え、オードリーが写っているシーンの写真を大量に撮ってノートに整理していたといいます。また立教大学では広告研究会に属してポスターデザインの制作を行っています。当時から関心のあるものを発信することに長けていたのかもしれませんね。 3. MoMA に持ち込んだ作品が買い取られる。1976年当時、ニューヨーク近代美術館の写真部門が当時週1回行っていた写真持ち込み面接の日がありました。写真作家が作品を持ち込み、キュレーターが評価するというものですが、杉本はそこに最初のシリーズであるジオラマシリーズの1枚を持ち込みます。そしてこれが評価されて買い上げられるという栄誉を得ています。以後ニューヨーク州の奨学金やグッケンハイム奨学金など1年単位の奨学金を得ながら写真作品を制作しています。 4. 古美術にも精通。奨学金を収容してからは生活のために日本の古美術品や民芸品を売る古美術商ギャラリー民芸を開業します。そしてニューヨークと日本を往復しながら古美術品を買い販売する生活を10年ほど続けます。ギャラリー閉店後も古美術の取引自体は1997年まで続け、
現在に至るまで日本の古美術の収集を続けており、日本の古美術、古建設、古典文学への造詣が深いことでも有名です。5. 本物？ジオラマ？最初のシリーズのジオラマでは、ニューヨークのアメリカ自然史博物館の古生物や古代人を再現したジオラマを撮っています。片目を閉じたカメラの死角の下では、両目で見ると模型だとわかるジオラマが遠近感の喪失によりリアルに見えるという発見から、このシリーズは始まっています。精巧なジオラマを本物に見えるよう注意深く撮ったシリーズは、写真はいつでも真実を写すと考えている観客には、一瞬本物の動物や古代人を撮ったように見えてしまうのがこの作品の特徴です。 6. あたかも本人かのような蝋人形。1999年からのシリーズ肖像写真では、マダム・タッソー蝋人形館にある偉人たちや有名人たちの蝋人形を撮り続けています。16世紀の絵画を彷彿させる照明で撮影し、あたかも生きた本人を撮影したかのような作品に仕上げています。これらのシリーズは迫真性を持って撮りながら、その写すものは偽物であるということを示す一方で、時間を超えた存在を写すという主題にもつながっています。 7. 建築事務所や財団の設立。2008年には建築家榊田智之とともに建築設計事務所として新素材研究所を設立します。古代から近世までの素材や技法を研究し、現代における再解釈と再考に取り組んでいます。代表作に MOA 美術館、イズフォトミュージアムなどがあります。2009年に古典演劇から現代演劇までの伝承・普及、古美術品などの保存・公開、現代美術の振興発展に寄与することを目的とした小田原文化財団を設立。2017年には小田原に能の舞台、ギャラリーや茶室などを備えた文化施設、小田原文化財団江ノ浦測候所を開館させています。 8. 建築においても世界で活躍。21世紀に入ったその年に起こった悪夢であり、杉本の活動拠点で起こった 9.11 のアメリカ同時多発テロ、その直後の厳重な警戒が続くニューヨークのチェルシー地区で能の公演のプロデュースを行っています。仮設の能舞台自体が杉本の設計でした。続く2002年、香川県直島にある五王神社の改装を行っています。その際、日本の古代文明と神道に対し大胆な仮説を立て、神社建築の真下に石室を設置します。これは囲碁の活動の大きな柱の一つになる建築作品の第一号となっています。 9. モダニストとして。杉本が渡米した時期のアメリカは、写真においてもモダニズムが問い直され、ポストモダニズムが勃興する時期でした。ぼかしや画面構成の演出、合成といった技巧を用いず、あるがままの風景、人物などが撮影されたストレートフォトグラフィーと、過剰な細部を省略して表現したいモチーフや感情を表そうとするピクトリアリズムの対立に対しては、杉本は技法では構図や照明の計算により絵画的な画面を実現し、ピクトリアリズムに接近しています。しかし一方で、ポストモダン時代を経験したポストモダン以前のモダニストを辞任するなど、モダニズムの立場に立ち続けています。 10. コンセプトへのこだわり。彼の作品シリーズは厳密なコンセプトを立てて、それを実現するというコンセプチャルアートの影響があります。例えば、人間の見ることのできる共通・普遍の風景を模索した結果、海の水平線へと至り、世界各地の海や湖で同じ風景を撮影する海景のシリーズ。人類が最初に見た風景は海ではなかっただろうか。海を最初に見た人間はどのように感じたか。古代人の見た風景を現代人が同じように見ることは可能か、という問題提起を立てています。大判カメラで全て水平線が中央に来るように撮影された白黒写真のシリーズは、同じ構図を延々と繰り返し制作することにより、個別の海という同一性が奪われています。あまり知られていない杉本博司の10の自立、いかがでしたでしょうか。
写真によって時間を表現することを追求し続け、日本のみならず世界から注目を集める杉本。今後も彼のこだわり抜いたコンセプトの作品から目が離せません。本日のお話はここまで。それではまた。